じゃこんにちは。はいはい、皆さん何かお疲れのようですがまあね、疲れたってやっぱね、気を入れてみるとやっぱ疲れる。何でもそうだけど、まあ見がいはありますけどね。まあ映画でももう真剣にのめり込むようになってみると疲れると思うんだけど、まあ3連戦を振り返るということでね、そんな試合がありましたね。ああ疲れたと、なんてこったと。はい、まあね、まあ皆さんちょっとお分かりだと思う。どうなの、これからどうなのみたいな、ますますそういうことになってきましたか。まあまあセ・リーグから見ていきましょうかね。はい、ちょっとね、まあちょっと見ていこう。はい、ということでまずこれね、直接対決ありましたが、ヤクルトの3連勝という結果になりました。広島2勝1敗で、中日は2勝1敗ということの結果でしたが、まあちょっとここが長くなるよ。それは予想されてると思いますが、皆さん、まあまあそうだね。で、多分まあ豊さんからそこの話を聞きたい方も多いかと思いますので、まあいきますよ。まあ大貫、石田、京山で DeNA はね、この3連戦。で一方そのヤクルト、サイスニード、小川、原で来たんだよね。でここでローテーション変えてきたんだよ。そうでしたね。サイスニード、原、小沢だったんだよね、本当だったら。でも小沢外して小川を真ん中に入れてみたいな、やっぱりエースを持ってきたよね、ここら辺ね。まあここら辺でやっぱりここ対戦の意識があるなっていうね、やっぱここの3連戦大事だなという。まあもちろんその DeNA の方もまあ大事だっていうのは分かってるけども、じゃあ今永だとか浜口だとか投げさせられるかっていうとさ、やっぱ9月の連戦とかいろいろ考えると、ここだけに無理するとやっぱり歪みがくるんだよね。だからまあ通常のローテーションでいったけどもね、だけどもまあ結果 3-0 という、まあ村上はマークされてるけど、マークをかいくぐるね。で自分との勝負の時には必ず結果を出した3連戦だね。そうですね。だから1戦目なんかはさ、やっぱ村上を警戒するばっかりに、そのなんていうの、その前のバッターとかも対戦してるんだけど、やっぱ出しちゃいけない出しちゃいけないというさ意識が働いて、で溜まっちゃうという、そしたら村上がスリーラン打つとかさ、でこの試合から、山田を3番に使うんだよね。で前の3連戦の時に言ったと思うんだけど、この3連戦を展望としてね、で山田がやっぱ直近のそれまでの5試合っていうのを1割なかったんだよ。そうでしたね。052しかなかった。でサンタナをどうするかというとさ、サンタナを、まあ、使うんだけどもさ、サンタナも2割ぐらいしかなかった、で村上の後をどうするかって言ったらちょっと心配だったんだよね、いやだけどその勝負せざるを得ないような働きを123がしてくれた、それと山田がやっぱ復活してくれたということ、まあこれがやっぱりヤクルトにとっては大きいよね、まあ村上はある程度やっぱ警戒されながら避けられながらどういう結果出すんだろうっていう、まあそういう楽しみもあったけども、その前に山田が復活した、神宮での3連戦の時にずっと連敗してたんだよねヤクルトが、で DeNA が初戦取って、で真ん中の日台風で流して、これ雨で流れが変わるかなって言った時に次の日山田を1番に持ってきて、山田が先頭打者ホームラン打ったんだよ、やっぱあの頃からやっぱちょっとヤクルトの大事な試合の時にやっぱちょっと気持ちがカラッと変わるね、戦い方の、なんかギアが入るというか、なんていうんですかね、やっぱミーティングとかで高津監督が昨年は絶対大丈夫って、みんなにその勇気を持たすというか安心感をもたらすような言葉を授けたけども、今年この3連戦を迎える前になんて言ったのかなと思って、でこれ逆になってたらもう1ゲームになってて本当混沌とするところだったんだよね、でも3連勝したところで、まあ、ちょっと余裕が出たのと、ギブレハンっていうのをギブレハンを使ったんだよね。そしたら1試合3本ホームランを打つとか、いやすごかったですね。だからその日、オスナは打つ、サンタナ打つ、内山打つ、村上打つということで、7本かな、ホームランが。そうですね。まあすごい、もう叩きのめされたというさ、はい、まあそんな感じがしたけども、うん、まあ3戦目は大勝の後、はいうん、やっぱ次の日は打てないとか、まあそういうことが言われるんだけども、はい、ちょっとミスからね、まあその DeNA が先制するんだけどもさ、はい、まあミスから同点、逆転されてみたいな、まあそういうところからなんていうのかな、まあ、同点に追いついたんだけども、うん、また村上なんだよね。もうバサッとぶった切られた感じですね。そうだね。そのまあエスコバが打たれる、うん、でまあフルカウントかな。2-1からのボールがどうだったのかなっていうね、うん、ストライクじゃないのっては一瞬思ったんだけども、まあそれ以上にやっぱ村上がすごいよね。まあああいう場面で決勝ホームランを打つんだから、うん、でエスコバにコントロール細心の注意を払ってって言ってもさ、それはなかなか難しいよ。コントロールがざっとしてるだけに、うん、でもあのホームランを打たれたんだったら、うん、もう仕方ないかなっていうね、球威のある球をね打たれたらしょうがないかなという、うん、でこの3連戦で感じたのはさ、ものすごく経験値の差を感じたね。やっぱ昨年優勝して、はい、オリックスを破って日本一になった、うん、まあああいう試合を、まあ、ヤクルトの選手たちは経験をしてるということだよね、うんで DeNA の選手たちはまだ経験をしてないということ、うん、それと、まあ、3戦目にチャンスでソトが、まあ、一流に全力疾走して、はい、ゲッツー崩れで1点取ったんだけども、うんはい、こういう大事な試合だからソトが全力疾走したのか、はい、じゃあ普段からやってるかって言ったらやってないんだよね、うん、でヤクルトの方はやっぱオスナはじめ外国人も一生懸命ワーストに全力疾走するわけね、うん、そういう積み重ねって俺絶対こういう大事なところで出てくると思うんだよ、うん、正直に。なるほど、うん、だからそこら辺もすごくこの3連戦で DeNA は勉強になったと思うしね、うん、だからヤクルトと比べて足りなかったところ、うん、そういうところをチームに取り入れるやっぱ素直さが必要だと思うんだよね、うん、ヤクルトのチーム誰一人笑ってなかった、うんいや勝ち越した打った、うん、そういう時はいいかも分からない勝ってるとか、うん、いいかも分からないけどやっぱりリードされてる時っていうのはまあ少なかったけど、うん、リードされてる時なんかはもうみんななんかこう悲壮感があってみたいなちょっと緊張感のある、うん、緊張感に包まれてたよね、うんうん、だからそういう意味では DeNA があれだけボロカスで負けてんのに2試合目なんか、うん、まあ牧と宮崎がね、意地を見せてホームランを打ってくれる、はい、ねファンのために打ってくれたんだけど、うん、その時にこういうポーズっているかって、うん、俺は一生思ったのね、うん、だからああいうところは多分俺ヤクルトは青木とかがそういうのを戒めると思うんだよ。じゃあ DeNA は誰が戒めるかって言ったらさ、うん、やっぱ桑原なんかはもう年が上の方だから、うん、もうそれはちょっとやめろとこんな負けてていや不愉快に思った DeNA ファンってたくさんいると思うよ、はい、だって落胆してんだもん、うん、いや打ったから喜んでよって喜べないから、うん、勝たないとだからそこら辺もやっぱファンの気持ちどういうファンが気持ちで見てるかっていうところもやっぱ分かってほしいよね、うん、DeNA のプレイヤーに。だから喜ぶ時はあってもいいんだよ、うん、勝ってる時とか、うん、でもあれだけの点差で負けててあれはなかったなっていうふうに、うん、俺は個人的には思う、うん、まあ皆さんどう思うかわからないけども、はい、やるなとは言わないけどやる時、場所、うん、まあゲーム展開、うん、そういうことをやっぱ少しは考えてほしいなと思うので、ねうんまあ、あれ決まりじゃないわけだからやらなきゃいけないというさそうですよね、うん、まあそのベンチの雰囲気とか、うん、そういう今までの経験とかそういったところが、うんまあ、技術戦力とかとは別で、うん、今回の3連戦は露呈したのかなっていうところですか、うん、だからまだまだね成長できるチームだし、はい、これ完成形じゃないから、うん、だからヤクルト本当に今もう12球団一番のチームかもわかんないよ、うん、バランスとかもいろいろ含めて、はい、やっぱ精神状態もいろいろ勉強になったと思うから、うん、本当に素直に取り入れてほしいなって思ったやっぱ3連戦だね。でやっぱりこうヤクルトみたいに強くなって経験値をね上げていったら本当に強いチームになるから、うん、ね頑張ってください。はいまあはい、この3連敗というのが一つ経験ということで、うん、次どういうふうに生きてくるかなっていうのもありますか、ね、疲れたと思うけどねいやでも経験としたら、うん、やっぱこういう大事な試合に何が足りなかったかっていうのは、うん、みんなが感じてたと思うし、うん、だからそれをやっぱ練習に取り入れて、うんまあ日々生活してほしいなと思うよね。はい、で次はカープ対ジャイアンツ、はい、ね、まあ初戦取るんだけども、うん、まあ同点からウィーラーがね、1番に起用されて、うん、で原監督が角材として、うん、ムードメーカーとして1番に使ったという、うん、まあそれが当たったんだけどもね、はい、まあその後の2試合というのはやっぱり露呈するんだよね、うん、ここまでシーズンがもう終盤に差し掛かってくると、うん、やっぱ課題だったものっていうものがどんどんやっぱりこう出てくるね、うん、でジャイアンツの方はもうやっぱり中継ぎ陣が失点をし、うん、やっぱ負けるという、もうこれずっと言ってきていることでもありますよね。まあそうだね、うん、でその中にエラーが絡んだら、うん、もう負けゲームになる、まあ、もう誰とは言わないけどさ、うん、だからそういうところからやっぱりチームのリズムが狂ったりだとか、そういうことになってくるよね、うん、ただ打つ方は中田がホームランを打ったりだとか、はい、まあ、岡本が3本打ったりタイムリーを打ったりだとか、うん、この3連戦ではなんかきっかけをつかんだような気がするから、うん、まあ次に頑張ってほしいなっていうのと、うん、やっぱ広島の方は、うん、まあ3戦目にねやっとなんかこう中継ぎ陣が頑張って、うん、まあゲームをものにしたというね。で坂倉とか、うん、まあ2試合連続のホームランだとか、まあ非常に矢野もホームランを打ったりだとかね、はい、いろいろしてるけどもなんかこう、まあ、躍動してきてる、うん、で、まあ、菊池も帰ってきて、うん、一昨日なんかは、まあ、タイムリーも打ったりだとかさ、まあ、してるから、まあ、徐々に選手たちが揃うとまたカープの力がぐっと上がってくるかなっていうようなね、まあそんな感じがしました。はい、はい、で中日対阪神、はいね、まあ中日が勝つわけだけども、うん、まあ中日の方はね、大野、小笠原、柳、うん、で阪神の方は西、藤浪、森木、はい、初登板ですね、うん、一軍での。そうだね、はい、大野がやっぱ勝つと、はい、やっぱほっとするね、見てると安定する。それとやっぱ小笠原もいいだけに、うん、なんかこう小笠原の当たるピッチャーがやっぱ最近厳しいんだよね、藤浪という、はい、で藤浪のやっぱポテンシャルっていうのは高いなっていうのを、うん、やっぱここ2試合見せつけられてるよね、うん、やっぱ球に力あるし、うん、それが決まりだしたらなかなかやっぱ打てないよ、うん、で大野と投げ合ったのが西、はい、で西が途中降板するんだよね、うん、なんか爪の影響だっていうふうに言ってたけども、うん、まあここに来て爪かみたいなの思うけどね、うん、だけどまあ中日も打てない打てないって言ったところが、うん、ここの3連戦はまあまあ打った方かな。そうですね、うん、で阪神の森木、はい、まあ6回を3失点かな、うん、うん、でも91球4安打、はい、でもしっかりゲームを作るしね、うん、高校出たばっかりで、うん、バンと投げてスイングスイングってやってましたね。普通できないよねあれがやっぱできるっていうのは、うん、ただなんて言うんだろう、感じたのは、うん、甲子園に出れなかったんだよね。そうですね、あれだけのピッチャーが、はい、で初戦勝てなかった、うん、で西純也と比べた時に、うん、西純也は甲子園で出てるんだよね、うん、甲子園に。だからここら辺っていうのがちょっと勝ち運という意味で、うん、マー君が負けなかった時があるじゃない、うん、で西純也がなんかこう投げてすぐ勝ったとかさ、うん、それから比べるとちょっと勝ち運という意味ではどうなんだろうなっていうのがちょっと心配になったけど、持ってるものはすごい、うん、持ってるものはすごいし、本当に阪神のエースになっていけるかなっていうふうには思うけど、うん、なんて言うんだろうな、もっとこう謙虚であった方が勝ち運が来るかなっていうふうに、まあ偉そうに言うわけじゃないけど、はい、まあ例えばこういうのが気になったとか、うん、そういうことではなくて、うん、なんかこう自分で謙虚に謙虚にって抑えた方がなんか俺は勝ち運が来ると思う。まあそういうものができてくると本当にすぐ勝てるようなピッチャーになってくると思う。なるほど。今まではやっぱりこう俺がしっかりしなきゃ、俺がやったるんだとかさ、そういうことでやっぱ高校の時に決勝で全部やられてたっていうね、うん、まあ中学校くらいからもう注目されてて、ね、注目されてたから、うん、そういう環境下でいたっていうのは身についてるのかもしれないですよね、うん、だからプライドもあるだろうしさ、うん、でもそこを一つ謙虚にすると野手が打ってくれると思う。なるほど。ど、まあ、今回はね、高校生から入ってルーキーで、そういうふうになりやすい環境でもありますよね、プロ野球の世界に入ったということでは。でもすごいピッチャーになると思う。うん、その片りんは十分に見えましたか。見えた。はい。まあ楽しみですね。はい。それで懸念された3連敗。はい。これね。そうです。はい。ひょっとしたら3連敗するんじゃないかなっていうね。これはなぜかというと、やっぱこう連勝の反動が来るんじゃないかとか、連勝が止まるとちょっと嫌だなっていう。連勝が止まった瞬間に連勝してた疲れっていうのをすごく感じる時があるんだよ。だからそれ体がちょっと自由に動かなくなるとか、疲れを感じるとか、まあそういうところがあったのかもわからないし。だからちょっと踏ん張りきれなかったけども、ただ優勝争い以外にも影響が出てくるんじゃないかという。意外にも優勝争い以外にも影響が出るということですね。この3連敗が。そうだね。だからヤクルトはこの3連勝で少し余裕ができたよね。で DeNA はちょっと落胆が入る。まあ優勝はちょっと厳しいかなって思うかもわからない。この落胆がやっぱ順位を変えていくんだよ。その他の、だからやっぱこう広島もコロナから戻ってきつつある、ね、阪神も追ってる。でそうなってくるとやっぱここが2位狙いなのか、優勝はいやまだまだ諦めないっていくのか、これによって全然やっぱこう順位が俺は変わってくると思うよ。これはどうDeNA の立場からするとどういう立ち位置でいってどういうモチベーションでいるのがいいという判断はやっぱりこれまあ後で順位表出すけど、先に言うけど7ゲームになったんだよね、だけどまだまだ分からない。そうですよね。で試合数も残してるし、直接対決もあるということを考えると、まだまだ諦めちゃダメだ。諦めた瞬間にここが迫ってくるよ、すぐ。やっぱ高いモチベーションで戦わないと、すぐここにひっくり返されるという、阪神に。それはあるかもしれないですね。それにピタッとひっついたのがカーブだからね。だからここら辺がやっぱ追いついてくるとややこしくなるよ。やっぱここまで頑張ったんだから、絶対2位を取るために、そのためにはやっぱまだやっぱヤクルトを追っかけなきゃダメ。まさしく快進撃でここまで来て、でこの3連敗ありますけど、まあ、ここから切り替えて、さらにこの連戦をねなんとか乗り切っての結果が欲しいですよね。はい、というセ・リーグでした。でパ・リーグです。こちらが、全カード2勝1敗ということで、西武とソフトバンクとロッテが勝ち越しですね。そうだね。でやっぱり一番注目カードがここだったんだよね。まあ2位争いで首位にソフトバンクが 0.5 人いて、ここが3位、突き放すかここがにひっくり返されるか、もうすごい戦いだったんだろう。でオリックスの方は山本、宮城、山崎、これね山崎っていうのは椋木が 3戦目の前に足捻挫したかなんかで先発が飛んだんだよね。もう当日とかの話ですよね。そうなってんだとは思ったけどさ、まあこれはしょうがないよね。で西武の方は今井、與座、エンス、でやっぱオリックスの方は表の3枚、山本、宮城、まあ本当だったら椋木だったんで山崎に変わってね、これは西武はきついなと思ったら、今井が頑張ったな。やっぱさすがにね甲子園の優勝投手だけあるわ、いやーやっぱり山本に負けず劣らず頑張った、で山本は7回ぐらいだったと思うけど降りたんだよね、マウンドでね。で今井は今シーズンあんまり投げてないから、まあ勝ち投手になったんだよ、9回まで投げて、だからこの今井の頑張りがなんかすごいこの2勝1敗に導いたというね、ただ2戦目には宮城がまあやり返すというか、プロ入り初完封、代行監督中島監督がコロナで話してる、なんかボールをね「いやいやお前初完封なんだからお前持っとけよ」みたいな「俺は代行だけいらないよ」みたいな、でも宮城っては憎めないというかね、可愛い性格してるよね。だからまあそれで1試合ね、取ったんだけども、まあ、3戦目は、まあ、猛打爆発というか、6連打ぐらいがあったりとか、山川のホームラン、まあ、そういうのが出て、まあ、勝ち越したけどね、いや、やっぱりここどうなるかなと思うのが非常に楽しみだったんだけど、こうやっぱこう、西武が、まあ首位に立った時期もずっと長くて、まあソフトバンクにひっくり返されたけども、まあさすがにやっぱこう実力があるというかね、よく打つわ、打てるようになってつながるようになってきた。だからそういう意味では非常にこれから、まあ、さらにこうつながってくるかなっていうような、まあそんな感じを受けた。まあ3連戦だね、まあオリックスの方も悪くはないんだけどさ、まあ中島監督がコロナになるとか、椋木が捻挫するとか、いやなんかちょっとね、いやいや今そんな時期じゃないよみたいな、まあそういうことが起きてるね。まあコロナは仕方ないけどね、椋木ちゃんとやってよ状態ちょっと気になりますが、はいで日本ハム対、ソフトバンク、伊藤ポンセ、加藤、で東山武田千賀、ね、千賀が戻ってきます、ね、この一勝、これ素晴らしい。ポンセが、ね、ノーヒットノーラン出ました。またこれがね、万波のファインプレー、そうですよ、もう地上すれすれで取ったのと、中島拓也がよく取ったな、あそこ取るのは取る、抑えるのは抑えるけど、センター前の方、あれ送球がやっぱりこうそれる時あるんだよね、もうそれた瞬間で内野安打だったんだけど、よく抑えたよ。もうその2人のファインプレーでポンセ投手はもしかしたらできるかもっていう気持ちになったって言ってたので、いやポンセの特徴ってさ、やっぱボールの角度があるし、なんていうの、コントロールがいいよね。だからそういう意味では非常にいつもその、まあ、ヒットを打たれても安定はしてたんだよね、でもまさかやるとは思わなかった。不意に起こりました。まあまあそうだね、で、ソフトバンク、若手がいいわ。野村勇、ね、野村大樹、で増田、正木、似たような名前がたくさんあるのもうね、ソフトバンクの選手たちっていうのは、やっぱ必死だわ。コロナでね、なんかもう周東いない、柳田いない、中村いない、牧原いない、まあ、そういうような中で。やっぱ若手が使われてるんだけど、もう結果を出そうとして必死だね。増田のさ、伊藤からこうインドのツーシームを打ったのなんかはツーベース打ったんだけどね、先制の2点タイムリーを、あれなんか見事なバッティングしてるし、まあ正木なんかは4の4、先制ホームランでバックホームが刺すし。で野村勇、足速いしな、で野村大樹、もうなんか思いっきり振る時と、いやいやこれ外野フライでいいと思ったら切り替える時と、なんかすごい教育もされてるなっていうね、素晴らしいなと思う日本はね。で千賀が勝ったし、千賀が戻ってきたっていうのは。首位争い、まあ今首位に立ってるけども、なんか非常に安心材料というか、頼もしい人が帰ってきたなっていうようなね、まあそんな感じがする、で日本ハムの方はやっぱ中継にも行ったんだけどさ、伊藤大海がね、10勝をかけたマウンドだったんだけど、初戦ですね、これダメだと思ったらもうなんかモチベーションがなく、ただマウンドで投げてるだけなんだよね。まあそれはね、やっぱこれからエースを担っていくっていう選手はやっちゃいけない、やっぱね背中を見て野手は守ってる、でそれを見た瞬間にもうやる気が失せる、誰がお前に勝たせるかっていうような、そんな感じになるから、やっぱ一生懸命やらなきゃいけないし、これは問題だったのはやっぱベンチが早く変えてやらなきゃいけないということで、なるほど、うん、そんなふうな状態になる前にということですね。だって10週間かかってて、あこれはまあやっぱうちの打線からしたら無理だなっていうのはまあ大体わかるよ、うん、そしたら変えてやらないと、うん、無駄に投げさすことはない。だからそれも感じた、うん、それとビッグボスが一生懸命若手を使ってきたじゃない。もう覇気がない、疲れてるのかどうか知らないけどさ、うん、もう少し元気よく、うん、もう少しなんか明るかったチームだったのに、全く明るさがなくなってんだよね、うん、でも疲れてんのかもうなんか調子が出ないからどうなのか、うん、もう少しはつらつとやってほしいな。あれだけこんなにチャンスを与えてるチームってないからね、うん、でそのチームの勝敗を、うん、なんていうの犠牲にしてまで使ってるわけだから、うん、やっぱり何か答えようよ、うん、そのビッグボスもやっぱ我慢してると思うよ、うん、だからそこら辺は頑張れ若手ね、もう少しね。はいという3連戦でした。でロッテ対楽天、はい佐々木朗希、ロメロ、小島、はい岸、田中、早川、はい一勝1敗、はい佐々木朗希、うん、やっぱり千葉マリンが合ってんだね。なんかそんな感じでしたかね。やっぱね ZOZO の風があると、うんやっぱこうそれを利用するというかさ、うん、そういうピッチングができるね。だから変に力まずに、うん、まあ変化球したいというか、うん、なぜかというと変化球が曲がるからなるほど、うんうん、で時折マスクバーンと投げて、うん、割と翻弄するようなピッチングができててね、うんうん、あまあ非常に良かったと思うし、はい、で2戦目はロメロがひっちゃかめっちゃか、うんはい、でまあ楽天がよく打ったけど、うん、でもその中で田中マー君が、うん2試合連続で勝利というね、はい、だからまあマー君が勝ってくれるとちょっとチームも落ち着くから、まあそんな感じがした、はい、で3戦目は早川、うん、早川が調子が悪いのに変えないというね、でロッテの方はそのなんていうのモチベーションの低い早川をバカスカ打ったという、うん、それで調子が上がってくる可能性があるよね。きっかけにそうそうだから打てない打てないってずーっと言われてきたけど、はい、この3連戦を見る限りでは非常に当たってきてる。まあその中で安田、はい、なんか安田がちょっと変わってきたかなっていうような2試合連発のホームランを打つし、はい、だから少し変わってきたかなっていうような感じがするんだよ、ね、だからまあ打てなかったのが、まあ、もう準決でいった方がいい、もう外国人使わない方がいい、無理して、うん、選抜メンバーに入れる必要はない、うん、だからもう準決でいった方がいいし、だからそれで結果が出るんだったらもうそれが何よりだ、まあ、井上もね、井上が打つとなんか雰囲気が変わるな、まあ孫興慟からってね賞金取ってる、ね、賞金出てんのかっちゃいますよね、まあでもいい感じで打線がつながるように今なってるからね、うん、で楽天の方はちょっと頑張らないと、うん、なんか早川もう少しこうなんていうの楽天はもうさ負けられないと思うんだよね1試合も、まあそのぐらいのつもりで頑張らなきゃいけないのに、まあ投手交代がなんであんなに遅れたのかなっていうような感じで引っ張ったから、まあちょっとそれが謎なんだけど、まあ頑張ってほしいと思います。はい。で際立った投手の活躍、ね、唯一心配なチームだと。はい。と言いますと、まあオリックスの方は宮城がね初完封という頑張った。で今井は山本と投げ合って、で先に降りることなく。投げ勝ったということで、ね、まあ勝ってはないけどね向こうに負けがついてないから、だけど頑張ったなと思う。でまあポンセ、はい、昭和のポンセはあったけど令和のポンセってね覚えておいてほしいね。はい、で千賀が戻ってきて、ねまあ東山のエースも勝ったという、で小島が勝ってくれた、よかったなと思うよ。ずっといいピッチングしてるんだけどさ勝てない。まあここのとこねひっちゃかめっちゃかになる時あったんだけど、まあよかったなと思ってね勝ち投手がついて、でマー君が勝ってくれた。はいで唯一心配なチームがもうここしかない。もう頼むよ元気出せよ、新球場になるんでしょって次、来シーズンで球場のね建設は絶対開幕に間に合うんだ、それはもう絶対間に合うんですからどんなことがあっても。でもここのチームの再建がまだちょっと進んでないような気がしてねチーム状態がですね、だから来年の開幕に間に合うのかなってこのままで大丈夫っていう、まあちょっと心配やなって思う。なるほどというパ・リーグでした。はい。はい、はい、こうなります。はい、こうなりました。はい、パ・リーグの順位は変動はありませんでした。そう、ずーっとね、変動がないの。だから書いてないんだけど、変動がないから書きようがないんだよね。うん、それと一進一退が続いてるから。ちょっとこう、安定というか、停滞というか、そんな状態ですかね、今。だからもう、本当に、どうなのっていうのを書きたかったのよ。だからソフトバンクが負けると、西武も負ける。またそこはいつもの。一緒なんだよ。いつもの通りというか、そんな感じなので。勝てば勝つし。うん、でもこの順位表でいけば西武とオリックス、まあ、直接対決でちょっと開いたよね、うん、1ゲームほどね。だからここら辺はやっぱちょっとホッとする材料ではあるよね、はい、うん、で楽天も負けちゃいけないから頑張んなさいよって、ね、でロッテがバッティングが非常につながってきたんで、うん、こっから巻き返す可能性がある。言ってもそれほどのゲーム差は7ゲーム、とりあえずここと一緒7ゲーム。最初の目標は3位に入ることですか。まあそれそうだね。つまりは4ゲームですね。そうだね。可能性あるな。頑張れよってね。まあここら辺は狙ってるけども、でもまだね優勝はどこだっていうのは言えないね。もう言えないことにしましたか。もう言えないよ。もう疲れちゃうよ本当に。でねセ・リーグ、まあちょっと開いたな。ね、だからどこを目指す、それはどのチームというよりもどのチームも言えることですか。いや、まあここら辺阪神も優勝までは狙えないと思うんだよ、うん、でも阪神は正直やっぱり2位にはなりたいと思ってるだろうな。なるほどね、うん、でも DeNA も7ゲームだけど2位は死守したい、うん、であわよくば優勝したいと、うん、これは考えてるはずなんだよ。でも DeNA が、うん、いや2位を死守しに行こうってなると足元すくわれる可能性があるからね、うん、だからあくまでも DeNA は優勝を狙って、で阪神は2位を狙う、うん、で広島、巨人、中日はやっぱ3位を狙うだろうな。うん、なんだか下広島、巨人、中日のゲーム差がいつの間にかあんまりないので、ないんだよ。そこもちょっとドキドキしますね。うん、怖い。うん、中日はずーっとここ定置だったけどさ、そうですよ。ここのところやっぱこう点が取れる。でも中日が点を取れるっていうのは、うん、やっぱりエース級からは取れないんだよ。ちょっと落ちると取るということは、でも最下位にいるチームだからこれからローテーションを考えて、うん、中日にもこのピッチャーっていうのは多分変えてくる可能性があると思うんだよ。なるほど。まあそうなってくると打つ可能性があるから、うん、いつの間にか上がってくる可能性がある。ね、うん、だから目が離せない。まあだけどちょっとショックやったな。だいぶショック受けてましたよ。一つ勝てば全然違ったけどね。なんかね、その直接対決の前にどうなるかなっていう話をした時に1個勝つ2個勝つっていうよりも3連敗だけはしてほしくないっていうことだけをいつも江高さんは言っていて、まさかの3連敗だったので、ちょっとまあ反動もちょっと怖かったんだよね、うん、それまでがチームの状態が良すぎだから、うん、ホームの連勝は止まる、うん、ね、まあチームの連勝も止まり、そうだね、だからまあちょっとモチベーションは下がるかもわからないけども、うん、まあ今日ちょっと気分を入れ替えてね、うん、休みを利用して、うん、まあ次から頑張ってほしいと思います。はい、この3連敗がいいように作用するといいですね。まあそうだね、うん、いろいろな反省するとこはし、うん、学ぶとこは学んだと思うから、はい、それを実践していけるように、はい、ね、頑張ってください。はい、はい。